様こんにちは。いつもリードめちゃハッピーチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。稲盛さんの言葉を読ませていただきます。良き思いは良き結果をもたらす。人にはそれぞれ持って生まれた運命というものがありますが、良き思いを重ねていけば私たちは定められた運命を超えて素晴らしい人生を送ることができるのです。良き思いとは次のようなものです。真面目で正直で謙虚で努力家であること、常に前向きで建設的であること、明るく肯定的であり協調性があること、善意に満ち優しく思いやりがあること、利己的ではなく利他的であること、強欲ではなく他老を知ること、感謝の心を持っていること、こうした良き思いで取り組めばあらゆるものを生成発展させ良い方向へ推し進めようとする宇宙の意志と調和して必然的に仕事も人生もうまくいくのです。稲盛さんはよく運命は縦糸だよ、そして毎日の日々が生活していく糸は横糸ですよと、縦糸と横糸、これをどうせ折っていい織物を作るなら綺麗な美しい織物を作ろうよと言われた言葉が印象的です。中村天風先生一日一話の中から、思っただけじゃダメ、いくら心の持ち方を積極的にすることが理想だと言っても、その理想を妨げるようないわゆる日常生活を克服することができなければダメなんだ。そのためには克服できるように方法を実践しないで、ただ克服したい信念の人間になりたいと思っただけじゃなれやしない。考えてごらん。お風呂の脇に立っていて沸いているお湯を見ているだけで体がきれいになるか、きれいにならないか。お風呂に入って洗い清めなければダメだろ。それと同じことだ。坂村新民先生一日一言の中から、精一杯、どんな小さい花でも精一杯咲いているのだ。だからかすかな自分でも精一杯生きてゆこう。尊いもの、一途なる歩み、光るもの、一途なる姿。よく新民先生はお花のことが出てきます。どんな小さな花でもいいから自分の花を咲かせなさいと言われてましたが、じゃあどんな花がいいんだろうと言った時に、花三体という言葉を見つけました。一つは花瓶に入っているボタンのような美しい花、しかし1週間もすればしおれてしまう。次に鉢に入った花でも、太陽を求めてあっちに動きこっちに動きと自分はそこにいたいのに移されてしまう、自由が利かない。3番目の花は山野草、野山に咲く花、太陽をいっぱい浴びて生き生きとしている。どうせ花になるなら山野草がいいなと思ったことを覚えています。今日もめちゃハッピーでありがとうございます。